ポップでゴリラ。ポップフュージョン。馬だからあんまり少しない。内藤美恵。ブリガーサーショット。苦手なのはいろいろあるんですけど、信用がなかなか難しい。お手伝いになるとみんな悩んでます。転校生こんな繋がりがあるのかな。はい、カメラすごい。はい、こっから書くの。え、点は最後。あ、そうだ、どっちだっけ。え、民家ホームの首から。あ、そうだっけ。あ、そうだ、生き物のような。みんなと蛇みたいだよね。あ、レッキーだったんだ。あ、すごいじゃんね。はい、まずはこちら。朝から辛いな。二画目の部分なんですけれども、二画目の二つに分かれるのね。90度回転させていましたね。この部分、何かの形に似てませんか。M に似てますよね。ですから書くときはですね、気をつけてほしいのは、こことここを同じぐらいのスペースを空けて書くイメージでやってみるっていうことですね。もう、あの、丸みないんですね。カクカクしますね。そうなんです。M ですからね、少し角張らせて。なるほど。先生、分かりやすい。2画目、書いてみましょうか。はい。ひろりちゃん、M になるように2画目、いきましょうか。2画目だけ。はい。はい、そうですね。ことなると M。 これぐらいの書いておいていいですね。そうですね、マックカットとして。じゃあ内藤さんの書いてみましょうかね。この中のステージが大体同じぐらい。結構頑固だな。はい、そしてですね、はい、次3画目なんですけども、すごく右下にこう降りていくような形ですね。ですからね、ここにも大体同じぐらいの線域を取るぐらいの気持ちで書くと。なるほど、遠くなりますよね。はいはいはい。じゃあ、リモリちゃん、こんなに下に下がるんだ。じゃあ、2画目つけてみましょうか。この番組、どのくらい意味があるんだろうな。下げる、下げて、はい、おー、ダメじゃん。どんどんダメになるともう。それは無理だ。あの、このね、道なんですけど、信用以外の部分はどうしたらいいでしょうかね。はい、ですね、一つ注意をしてほしいのはですね、首の上の部分なんですね。てるてる。左側と真ん中、そして右側がですね、やっぱり同じぐらいのスペースになると。で、もう一つ、目はですね、先日お伝えした、お茶碗の火でやりましたけど、平行になるということですね。ここを気をつけて書いてみましょうか。はい。微妙にバランスがやっぱりいいんだね。はい、中澤さん、僕じゃあ、通して書かせていただきます。やっと文字書けますね、僕も。はい、この人も、人生は自覚な。こうですね。ねえ、意味が分かんないね。なんか欲しいよね。でも、ダンサーも本当はバランスが大事だからね。やっぱり、空間認識とか、そういう感覚では。
っていうか、ちょっと柔軟性かな。ちょっとやっぱりちょっと貧乏なんだな。ちょっと何かな。違いますよね。そうかな。もともとうまいんだこれ。あ、そっかそっか。ぐにょぐにょってすると、描写みたいな。こっちも。どこが良くなったんだよ。どこが良くなったんだよ。いいな。これだ。私がオフィシャルサポーターを務めさせていただいています。ベリートレ、ベリーダンスのトレーニング毎日。練習しなきゃダメだ。ありがとうございました。